よっ。どうも、我々コナミチャンネルと申す、コナミカンです。はい、今日もネリアタやっていきますというわけで、はい、今日はこの選手にフォーカスしてやっていきたいと思います。この選手です。はい、加山選手ですね。はい、加山選手。はい、まあソフトバンクのサウスポーの、まあ、サイドスローというわけで、まあ、やっぱり加山選手といえばスライダーですよね。この十字キーというか、なんというか、こんなの言ったら強いな。で、まあなんといっても、リアタイ的に、やっぱきつい変化球ではあるんですけど、やっぱこの特殊能力、対ピンチ伸び、対左打者というわけで、対左打者はちょっと微妙なところもあるんですけど、まあ、あの対ピン伸び、いいですね。多分、スライダー、白ゲージまで行くんで、巨人の金橋選手のスライダーばりに曲がると思うし、今そのスライダー来ると思ったらシュート方向に来ました、みたいな。シュートとかスライダー来ると思ったらストレート来ましたみたいなパターンでちょっと遊んでみたいと思うので使ってみたいと思います。まあ、正直打率高い方には絶対打たれると思います。はい、それではね、ちょっと僕これ今極みで使ってるというわけで、実はこれ僕のリーグオーダーに入ってる選手なんで、ちょっとあの称号チャレンジ簡単にサクッとやっていきたいと思います。まあ、77-77の統治が狙えたらいいかなというわけで、極意書は使う予定ありませんてなわけで、称号チャレンジ見ていきましょう。極意書なしでいくんで、まあ、あのキウイ自慢がついたらいいかなぐらいの感覚で、まあちょっと、他の道中のやつは調べません。めんどくさいので。はい、行きます。ファイヤー。さあ、何がつく何がつく、はい、4。うわー、これ請求上がったかな。あー、なるほど。でも請求 A 乗ったな。悪くはないですけど、良くもないというこの微妙なラインで、リアタイスタートです。あ。はい、それではやっていきましょう。というわけで、相手の投手を柳投手、レベルがあんまり上がってなかったので、おかわりを狙うには、うってつけですね。はい、先行からで。まだおかわり企画実施中というわけで、今、シャープ3ですね。はい、もう今、この今、スピリッツさと、この球威との感じで、めっちゃ打ちやすいと思うので、頑張ってホームラン狙いたいです。はい、ホームラン。ジャープジャープジャープ、来たー来たー、待って、これは一巡回さなあかん。待てよ、これは死ぬ気で一巡回さなあかんぞ。死ぬ気で一巡回さなあかん。絶対に狙う。俺、まさか打たせてくれた説ある今の。ああ、やったやった。やったやったやった。あかんて、あかんて。あかんて。カンテレ。いや、待てよ、これ絶対に回さなあかん。死ぬ気で回さなあかんぞ。いや、マジでこれは、ほんまに。ああ、待って、やばい、今日。やばい、やばい、やばい。松井投手、1回だけ投げて、後半の2回裏から投げたいと思います。あかんな、待って、絶好球ばっか来てるのに全然打てへん。やばい。絶対に回さなあかんのに。いや、今の入るのやばいな。もうやばい。ちょっと待って。ちょっとそれはないわ。やったな、それは。やらかし丸やな。牛若丸です。やっちゃってるね、これは。いや、まあ、頑張って、1回の裏、松井選手で、抑え切って、で、2回裏から、まあ、できればピンチを背負った状態で、加山、2回表から加山選手出したいと思います。うん、やっぱピンチが欲しいですね。タイピンの検証でもあるんで、正直。タイピンありきなところも若干あるんで、やっぱり、これ、ゴロになりそう。オーケー、読み通り。オーケー、ナイス、おかわりくん。いやー、うわ、レッドツリーさんと同じ菊池や。レッドツリーさん見てます？なんかちょっと同じ菊池出てますよ。めちゃくちゃきついな。何回さなあかんねんっていう。これ、下手しい打たせてくれた説ありません？ど真ん中にストレートしっとって、初球から。そんな優しい相手の方やったら超嬉しい。よし、はい。次から加山投手、次ますね。頑張って打たねば。マジで、おかわり発動をそもそも拝まずに終わる説みたいなのありましたからね。オッケーオッケー。あかんで、コールドもダメやけど、単打でつなぎたい。あかんな、なんか今日ストレートの反応がめっちゃ悪い。これ多分ストレートに合わせたら D カーブフリンクになるんよな。よいしょ、オーケーオーケー、いいね。よしよしよし。回すよ。焦るな焦るな。あー、頼む、落ちてくれ。うわー、くそ。わかん、これ嫉妬投げたい。3回の表も行きたい。あかんな、ちょっとこれあかんかな。企画的にやりたいんですけど、ダメですかねこれ。あー、やったやばいやばいやばい。あと何、あと何、待て源田海か。うわー、これあと2人までなあかんのか。すいけるかな。
え、ちょ、尻尾を投げていいかな。え、もうあかんな、それは良くないか。いや、実力で打ちたいな。あと2人回せばいいか。低い、オッケー。上のスピリが悪い。めっちゃ手汗かいてますわ。よいしょ、来た。よし、あと1人、あと1人来た。よし、来た、あと1人。絶対に回すぞ。ここギータで行こう。頼む、ギータ出塁してくれ。ギータが出れんかったら回ってこん。頼む。あー、くそ。あー、もう何タンダでもホームランでもいいから打ってくれ。あかん、指の滑りがめっちゃ悪い。あー、打てた今の。やばい、ツバン何で来るやろ。あぶねー、あぶねー、あぶねー。ストレートあります。よっしゃ、回ってきた。そう、回ってきた。ここで来たか。おかわり発動、来た。98。ちょ、焦るな、焦るな、焦るな。うわ、打てた今の絶好球。え、打てたって今の。いいかいいか。あー、角やばい。今の初球打てたな。落ち着け。危ない危ない、今の見逃しよった。頼む頼む、ストレート。やばい、テンパる。もう手の震えがやばい。やべえ、あがっ、あ、ちょっと、フォアボールだけはやめて。ああ、次ストレートかな。うーわー、やってまた、今のは打てんて。うーわ、もう最悪、潜在軸のチャンス逃した。うわ、打てる球何球もあった。マジでやった。くっそー、ほんまに。ちょっと待って、加山選手どうでもよくなってきてる。ほんまにどうでもよくなってる。マジで悔しい。はい、まあ、てなわけで約束通り加山選手次いきたいと思います。加山さん、いきます。いくぜ、加山深夜。深夜かな、わからん。名前間違えてたらごめんなさい。まあ、まず2敗にスライダーで。あ、対左投手出てますね。よいしょ。ちょっとアウトコースにストレート試したい。打てる方なのか。うわ、危ねえ。んで、シュート。さあ、これうまくいったら三振。うわー、見られたな。ちょっと甘いところからスライダー行ってみます。 OK、 いいね、いいね。うわー、やばい、やってもたー。ぶ、あぶねえ、あぶねえ。アウトローにストレート。打てる方なのか。うお、打てる方、打てる方。めっちゃ綺麗にラインショット。田中龍之介ばりのラインショットでしたね今の。うお、この人もう始めたて感がすごいな。でもめっちゃいい選手持ってますねこの人。選手めっちゃ揃ってますよマジで。待って、めっちゃ打つやん。オッケー。あー、待って、ピンチ背負いたかったくはある。ピンチ背負いたくはあるな。でもさあ、打つのか、打つのか。うわ、オッケー、ナイディ、オッケー。いや、ありがとうございました。いやけどなー、打てたー、くっそいや、ありがとうございました。いやけどなー、打てたー、くっそー。おかわりできた、潜在軸のチャンス逃した。